はい、どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、6月24日に発売されました大量のアニアジュラシックワールド商品買ってきたんで、どんなの買ったのかサクサクとねご紹介していこうと思います。で、あのね、すごい気になってたキャンペーンでもらえるね、こちらの、ベビーブルー、特別バージョンも、ゲットできたんで、今日はこちらもね開封してご紹介しますね。キャンペーンでゲットしたのはね後で、ご紹介しますね。まずはねこちらギフトセット、一つ目ね、イスラヌブラル島の決戦セットはインドミナスに、ティーレックス、モササウルスの3体セットで、そう、フィギュア自体は以前ね、あの単体で出てた商品ですね。はい、で、くるっと回すとこんな感じ。あ、いいね、かっこいいね、マップがあって、これモササウルスエリアの多分近くでしょうね。で、ここにフィギュアをね乗せて飾ることができるようになってますね。1名がですね、もう1種類が最強遺伝子恐竜との対決セットで、アロサウルスに、インドラプトルにブルーの3体のセットですね。と単体フィギュアでね売ってた商品のセットになってます。で、くるっと回して箱がねめちゃめちゃかっこ、わー、いいね。いや、これめっちゃかっこいいじゃないですか。なんだろうこれ、トリケラトプスのなんか頭のイラストみたいなのが書いてる。なんでしょうねこれ、ちょっとわかんないな。と柵がねここ破れちゃったような、そんなイラストになってますね。ギフトセットはね新しいね恐竜が入ってないから、まあ、持ってる方はねいらないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、インドラプトルとかねもう売ってなかったりするんで、まあそれ持ってないっていうのがあれば、よかったらこのねギフトセットを買ってみてください。次はね単品フィギュアを見ていきます。まずはこちらの4種類種類なんですけど、ティギモロクにディモルフォドン、ナーストケラトプスに、バリオニクスの4種類なんですけど、こちらね以前出てたんですけど、パッケージが今回ねリニューアルされたということで、中のフィギュアは同じだと思います。もうパッケージだけですね。ティギはねかなり昔ですよね、出たのね、がパッケージねリニューアルされたようで、やっぱり人気高いからかな、スティギーまた出てきたんですね。え、ディモルフォドンですね。ディモルフォドンは最近だったと思うんだけどな、出てきたの。なんかパッケージ変えてまた出すんだ。バリオニクスも割と最近出ましたよね。なんかね変える必要性あったのかな。で、ナーストケラトプスです。いや、かわいいですね。うん、かわいいで、パッケージはかなりかっこよく仕上がってます。はい、次はね新しく出た単品フィギュアの方見ていきますね。1つ目、プテラノドン。すごいカラフルなプテラノドン。またね箱はさっきのと似てるかな、同じようなデザインのね箱になってますね。で、稼働するところが書いてます。いや、これはね、ほんと楽しみ。ね、すごい綺麗な色してそうですよね。はい。で、上から見るとこちらです。で、次ね、僕ね、個人的にめっちゃ気になってるブラキオサウルス。作りがね、めっちゃリアルになりましたよ。いや、これ、本当に今回一番と言っていいほど楽しみかもしんない。で、上から見るとね、こちらですね。頭の形とかはね、すごい良さげですもんね。で、僕の大好きなスピノサウルス来ましたね。しかも二足歩行。うわー、いいねこれカラーもまたかっこよさそう。で、頭の上のところからこう赤色が入っててね、塗装もすごい綺麗な塗装になってそうですよね。次はね、こちらシノケラトプスですね。わー、いいね、このお腹あたりのこのシワ、めっちゃいい作りになってる、これもねきっと。はい。で、上はこちらですね。なんか頭の形が可愛いな。で、次がこちらですね。ステゴサウルスもかっこよくなって登場しましたね。色は通常のアニアのステゴサウルスとなんか似たカラーになってそうですけど、形はかなり変わってそうですね。大きな頭がね、ここにね、書いてるんですけど、いやー、形すごい。めちゃ迫力ある。で、最後、新しい恐竜のアマルガサウルスです。いや、これはね、好きな方嬉しいんじゃないですか。ね、出てきましたね。骨骨サウルスではね、結構出てくるんですけど、はい、上から見るとこちらとなってますね。わー、目の周りかっこいい。赤色の塗装されててめちゃめちゃかっこいいですよ。
ごめんなさい、値段言うの忘れてました。こちらね、単品フィギュアは、税込みね930円で購入しました。ちょっと場所によってね、おもちゃ屋さんによって値段が変わっちゃうんで、ちょっとね微妙な差はあると思うんですけど、そう、単品フィギュアはね、僕ねエディオンさんで購入しましたね。でギフトセットは、トイザラさんで買ったんで、ちょっと高かったです。ごめんなさい、値段がね今わかんないんで、テロップでここ打ち込んでおきますね。はい、こちらとなってます。次はねこちら見ていきましょう。大きな恐竜王国マップ。いやこれね、セットでついてるT-Rexのフィギュア、ワイルドバージョンのT-Rexがねこれ入ってて、あとオーウェンのねフィギュアも入ってるんですけど、そう、 T-Rexがもうどんなのかめちゃめちゃ楽しみにしてた商品ですね。で箱の方をねくるくるっと回すと、後ろにはセット内容が書いてますね。こんな感じを、大きなマップに火山が入ってて、あとね檻が入ってますね。であとシダ植物の木も入ってるようですね。はい、こんな感じで、そう、大きなマップの上にフィギュアをセットしてね遊ぶことができるようになってる商品です。でこちらがT-Rexワイルドバージョン。いやこれはね絶対かっこいい。もうこの写真を見てかっこいいのがもうわかりますね、これはね。うん、今月ねいっぱい出たんで、新しい恐竜をねこのマップの上にこう乗せてね遊んだら楽しそうですよね。こちらねエディオンさんで買ったんですけど、値段がね3520円で購入しました。で最後一番大きな箱なんですけど、こちら決戦バトルマウンテン。まあ名前のままなんですけど、こうアニアのフィギュアを使ってバトルさせてね遊ぶことができる商品になってますね。こちらフィギュアがねセットで入ってるんですけど、カルノタウルス、ブルですね、ブルが入ってて、あとアンキロサウルスに、バンピー、小さいね可愛いバンピーが、入ってる、商品ですね。で箱の方ねくるくるっと回して、後ろはねこんな感じになってて、バトルステージの組み立て方、見晴らし台の組み立て方とかが書いてて、あとセット内容ですね。そう、バトルステージに見晴らし台で、その後ろにセットするジュラシックマウンテンがねめちゃめちゃかっこいいんですよ。完成するとこんな感じのようですね。そう、この商品を使ってねこう友達と遊ぶこともできるし、どの恐竜がね一番強いのかっていうのをねこう自分の中で勝手にね決めたりすることもできるんで、いやかなり楽しめそうですよ。でこちらね値段の方なんですけど、僕これはねちょっとまた別のエディオンさんで買ったんですけど、6330円で購入しました、はい。今回ね買ってきましたアニアジュラシックワールド商品ね、サクサクっとご紹介したんですけど、本当に今月いっぱい出ましたね。いやこれ毎月これぐらい出てほしい。では次はねこちらのキャンペーンですね。アニアジュラシックワールドベビーブルー特別バージョンがもらえる、アニアジュラシックワールド商品を1つ以上含めて一度に税込み2200円以上購入するとフィギュアがね1つもらえるんですけど、今回もらってきたんでねそちらの方を見ていこうと思うんですけど、そういろんなねアニア商品今回出たんで、一度にねいっぱい買わずにこう何回かに分けて買った方がこのベビーブルーを何体かねもらえると思うんで、手間かかっちゃうんですけど、そっちの方がお得はお得だと思いますね。今回僕、トイザラスさんとあと近くのエディオンさん何か所かね回ったんですけど、こちらの、ブルーの方と、あとそうエディオンさんではシールももらえましたね。トイザラスさんではねこちらもらえなかったんだけど、かっこいいねシールもらえちゃって、くるっと回すと後ろ特に何も書いてないんですけど、かっこいいシールがねもらえたんで、いやこれは嬉しいですよね。またよかったらぜひ購入の際にはね参考にしてください。ではねキャンペーンでもらいました特別バージョンのベビーブルーをね、見ていきたいと思います。はい、取り出して紙が入ってるんですけど、はい、ペラッと広げるとこんな感じとなってますね。材質表示に、あと稼働するところが書いてますね。口が開いて、あと足と尻尾が動くようになってるようです。ではベビーブルー特別バージョン見ていきますね。カラーの方なんですけど、暗闇に潜むイメージのダークカラーって書いてたんだけど、もっと暗いのかなって思ってたら、意外とねそこまで暗くないんだなって思ったんですよ。でさっきね通常カラーのベビーブルーと、比べてみたら色かなり暗くなってますね。こうやって並べてみると分かりました。かなり暗い。確かに暗闇に潜むイメージになってますね。
そう、形自体はあの、ね、通常のベビーブルーと変わらないんですけど、可愛い形になってて、口が開閉して、口の中の、ね、塗装なんかもすごい綺麗ですね。で、目の色も、ね、変わりましたよ。蛍光の黄色になってるんですかね。本当にこう暗闇で光ってそうな、そんな感じの、ね、色になってますね。で、体の横にね、ブルーの特徴的なこの青色のラインが入っててね、かっこいい。で、前足、小さいんですけど、爪のところとかもね、きっちり作り込まれてて、後ろの足が前後に稼働するようになってますね。かわいいですね、この足の形。で、後ろの尻尾が稼働するようになってます。ベビーブルーね、ちゃんとね、机の上に立たせることもできるようになってますね。かわいい。またこのカラーがいいですね。ぜひね、こちらのキャンペーンのベビーブルー特別バージョンゲットしてください。6月ね、大量にね、アニア商品発売されたんですけど、7月も、フクイラプトルとデイノケイルスがね、発売されるようなんで、いや、こちらもね、楽しみですね。で、今回ね、サクサクとご紹介したこちらの商品ね、またじっくりとね、動画の方でご紹介していこうと思うんで、よかったらそちらの方も見に来てください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。